ハートフォードシャーは東イングランドの地域で、ハートフォードシャー州とも呼ばれる。大ロンドンの北に隣接し、エセックス州、ベッドフォードシャー州、バッキンガムシャー州、ケンブリッジシャー州などと接している。デビッド・ベッカムをはじめとする各界の著名人が、邸宅を構える高級住宅地が知られる。ハートフォードシャーは、ロンドンとイングランド中部、北西部を結ぶ。 交通の通過点となっており、結果として交通の便が良い。過去には運河が重要な役割を担ったほか、現在も複数の鉄道や高速道路が通っている。主な道路では、ヨークシャー、スコットランドへの A1、北ウェールズへの a 五、中部イングランドへの A41 が域内を南北に通過している。東西方向の主な道路は、南部では a 百十四。 北部では AA505 である。このほか、高速道路では M1、a 1がいずれも南北方向に通じているほか、ロンドンの外角環状道路である M25 が南端部をかすめている。主な鉄道路線としては、スティーブ・ニジオ、通りオークシャー、スコットランドを結ぶ東海岸本線。 ワトフォードを通り中部イングランド、ウェールズ、北西イングランドとグラスゴを結ぶ西海岸本線の2大幹線をはじめとした複数の幹線が南北に横切っているが東西方向にはワトフォード、セントオールバンズやキッチンロイストン・ケンブリッジなど一部に存在するのみである。また、ワトフォードへはロンドン地下鉄が伸びてきており通勤客の重要な足となっている。 ハートフォードシャーウチではないが、スタンステッド、ルートンの2つの国際空港が、隣接地域に所在している。ありがとうございます。